はい、皆さん、こんにちは、レレイです。ちょっと今日は久しぶりに動画を撮ってるんですけれど、久しぶりだからか、すっごい撮り直して、今テイク48ぐらいなんで、そろそろこの録画で成功させたいなと思っているレレイです。こんにちは。はい、で、今日の動画は瞬間移動の使い方のお話で、初期配置が今、強ポジの横からスタートしたんですけれど、この配置の場合って、この病院の入り口に一人、強ポジに一人、で、女神に一人、で、最後、病院の2階に一人っていう初期配置になっていて、で、あの、スタート地点の場合は、結構この正面もしくは強ポジ側に行って、2殴りもしくは3殴りを狙うっていう立ち回りの方が多いかなと思うんですけれど、僕は普段病院の入り口側に行って、で、女神の方に流れるっていう感じで、こんな感じで3殴りをね、狙う立ち回りが多いんですが、今回はその瞬間移動を使って、さらにこっから4人目を探しに行くっていう初動になってます。はい、で、2階に瞬間移動を使って、ここでオフェンスの胸像をね、叩いて、これで無事に4人殴ることができましたね。はい、で、この立ち回り、病院とかでかなり強いなと思っていて、で、今回そのオフェンスが2階の暗号機を回していて、で、胸像がね、裏で解読してろとっていうのが、最初の担当者の胸像を叩いた時点で、もう聞こえていて、2階に誰かいるってことが分かってたんで、ここはもう瞬間移動を使って無理やり4人殴ろうっていうことで、そういう動きにしました。はい、で、ここ機械技師を見つけて、板の読み合いで技師のダウン取れて、で、ダメージ状況がね、全員負傷状態で義手が釣れるっていう感じで。で、こうなると、やっぱりサバイバー側も立て直しから入らないといけないから、担当者とオフェンスのね、治療をしてるはずなんで、解読もかなり遅いし、初動もね、本当にいい感じにまとまりましたね。で、本当にこの病院のあの配置とか、まあ他の配置でもそうなんですけれど、本当に瞬間移動を使って胸像を殴りに行くっていうのも結構強いんで、うん、狙えそうだなって思った時は、ぜひ狙ってみてください。はい。で、ここ、フェンスが救助に来て、で、一撃与えて、で、救助されて、で、できればオフェンス叩きたかったんですけれど、まあ、ボール使って離れてくから、ここは機械技師にトンネルして、で、まあ、危機一発つけるの待ってって感じですね。で、ここをこの端っこでダウンして、オフェンスの粘着込みで、まあ、時間伸ばそうって感じなのかな。なんですけれど、僕、いつも通り右に振ってるんで、こうやって興奮に変えて、オフェンスのタックルに対応することができるっていうね。うん。やっぱりこの初手瞬間移動だと、結構裏向きカードとか警戒するサバイバーも少ないですし、こんな感じでね、オフェンスダウン取ることができましたね。瞬間移動本当にクールタイムも短いから、裏向きカードとの相性もいいし、本当強いかなと思います。で、ここ担当者がカバーに来てて、で、オフェンス一旦下ろして、担当者一撃確実に与えたいなっていう感じで、磁石短めに一発受けて、ここで一撃。で、ここは磁石僕に当たらなくて、機械技師にね、座れちゃったんで、技師のトンネルができて、で、オフェンス起こそうとしてたんで、ここは、オフェンスダウン取ってっていう感じですね。で、ここ、まあ、オフェンス釣ってもよかったんですけれど、まあ、一旦機械技師の方行って、義手を確実に飛ばしきるかな。で、ここでオフェンスダウン放置しておくと、その、オフェンスを起こしに来るんで、他のサバイバーが、競争が固まるんですよね、次の写真で。なので、ここは先にね、義手釣る前に写真撮って、で、義手を飛ばした後、このトライアングル3枚板のところから、T 字側で胸像がねかなり固まってるはずなんで裏から入っていってでみんな叩くっていう感じかな。で今担当者が粘着来ててってことはまあ傭兵がオフェンスを起こしに行ったのかなっていう感じでで見に来るとやっぱり傭兵とオフェンスの胸像が2つ固まってますね。で、これでオフェンスもう一度釣ることでダウン取って、で、傭兵も一緒に釣って、まあ、2ダウンかな？これは残りの時間的に。担当者はね、75% ダメージなんで、まあ、治療不可能なんで、そのまま放置でもいいかなということで、ここは傭兵とオフェンス釣って、2ダウンにしますね。で、まあ、これで、救助も来てなかったんで、
2人ダウンになって、で、あとまあ適当に探しに行って拾いに行く感じかな。まあ、もし炭鉱者と出会った場合でも、その興奮があるんで磁石効かないから、まあ炭鉱者でも、まあ別にいいのかなというところで、まあ誰でもいいですね、こうなったら。で、時空残像の作戦機使って、で、近かった方に行って、2階に行ってますね、これは。で、降りて、ただまあ起きられちゃって拾うことはできなかったのかな、この写真では、おそらく。で、一旦立て直ししてますね。なかなか会えないサバイバード。ああ、見つけた見つけた。で、ここの裏にいるみたいですね。ただ写真撮るかな、これは。で、写真撮ってまた裏からって感じですね。ああ、で、傭兵か、ここ。裏戻っても胸像叩くかな、これなら。今はさっきの写真で誰も見つけられなかったんですけど、まあでもその間、サバイバー側治療しかしてないので、解読進んでないから、焦る必要はないですね。で、ここ、炭鉱者が、磁石で風船救助を狙ってきてたんですけれど、僕、興奮持ってるんで、効かないんですよね、磁石。で、炭鉱者ダウンすることができて、で、傭兵釣って、これで炭鉱も釣ってって感じかな。やっぱり興奮にね、裏向きで変えると結構興奮腐りがちってことがあるかとは思うんですけれど、本当にその普通のチェイスとかでも使えるし、その板当てとかに合わせてとか、まあ、板突っ切っていくときとかにも使えるし、こうやって炭鉱者とか他にスタン持ってるサバイバーがいるときは、やっぱり興奮使えることあるんで、裏向きでね、瞬間から興奮に変えてくるっていうのは、まあなかなかあんまり少ないと思うんですけれど、いや、かなり強いと思います、僕は。で、ここで炭鉱者地下に釣って、で、今ちょっと右側に名前がね、出たんですけれど、これ5人ランク戦の試合なんで、そうそう、味方と、協力してね、勝ちに行かないといけないんで、まあ全釣りを目指して頑張ろうっていう感じかな。で、これで炭鉱者ダウン取って、で、オフェンスも狙いに行くかな、ここは。で、ここの板に追い込んで、これでオフェンスダウンと。で、炭鉱者釣って、これ写真先に撮るか。先に写真ですね。さあ、で、炭鉱者を釣ろうと思ったら、起死回生で起き上がって、磁石で距離取ってっていう感じで。まあ、ただ地下なんでね、やっぱり、次の板までたどり着けずにダウン取れましたね。で、これで炭鉱者はダウン放置してオフェンスに釣り替えですね。で、オフェンスを地下に釣って、で、炭鉱者起死回生入ってるんで、あと傭兵探しに行けば、勝ちと。まあ、ただ、結構これ粘られるんですよね、最後。で、僕の場合、この耳鳴りとかがね、取ってないんで、やっぱりサバイバーの人数が少なくなってくると結構索敵が大変で時間かかっちゃうことがあるんですけれど、今回はね、その4人釣りを目指して立ち回ってるんで、ちょっと長引きますね、こっからで、まあ傭兵見つけられたんですけど、肘当てまだいっぱいあるから、まあこっからはあれだね、ちょっとゆっくりチェイスするんで暇だな、どうしよう。なんか雑談でもするか。最近さ、その結構動画投稿少なかったと思うんですけれど、なんかね、なかなかちょっと撮るタイミングとかがなくて、まあでも8月なったんで、まあ今月はちょっと動画投稿多めに頑張ろうかなと思ってるんで、まあよかったらぜひ見に来てください、皆さん。まあ、とか言ってね、ちょっとサボる可能性もあるんだけど、まあ頑張ります。はい。で、まあ、傭兵とのチェイスなんですけれど、いや、もうなんかあれなんだよね。僕さ、その、基本チェイスしないじゃないですか、立ち回り的に。なんでなんか、こういう時さ、なんか何喋ってるのかもうわかんないんだよな。追ってますねぐらいしか言うことなくない
はい。まあ結構この時空残像のフェイントとかはね、うん、大事かなと思いますね。うん。なんかさ、このいろいろ解説してもさ、でもレレイさんチェイスしないじゃないですかっていうのがあるんで説得力ないよね、なんかちょっとはい、でこれで板入って当てられるけど興奮あるから捕まえられて全然ですね。はい、というわけで勝てました。瞬間移動の使い方のお話の動画でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。